こんにちは、ハッピーです。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はルパンカイザー、今度はねミニプラ版です。でミニプラのセットバージョンで全5種入ってるバージョンですね。で裏、はい、こちらを買うともうグッドストライカー、そしてダイヤルファイターがレッド、ブルー、イエロー、ね、3つ揃ってる状態となります。はい、そしてね中化粧箱開けるとバラバージョンがね1,2,3,4,5 全部でね5種類入ってます。でバラバージョンのパッケージ出していきましょう。まあ、6種のバージョンに比べてねちょっとねちっちゃいかなっていう、まあ、当然ながら。はい、では1番で5番2番で3,4で見ていきましょう。はい、まずは1番。おお、いいねこのパッケージ。1番にはレッドダイヤルファイターが入ってます。胸とね頭部のマシンが入ってます。で触眼リンク、なんか付属のパーツでハイパーアイテムズと連動、あグッティもつくんだ。で4月にはパトカイザー、うん、1ヶ月単位でね別ロボがね出ますね。で2番がブルーダイヤルファイター、うん、意外とね軽いね。で3番はイエローかな。はい、イエローです。イエローが入ってます。そして4,5がグッドストライカー、重たいな。はい、グッドストライカーの A ってことは横かな、うん、4と5で完成で、あこれだ。はい、 A は後ろ側ですね。後ろ側とあのハイパーアイテムズとの連動アイテムで、 B が前、これも重たいな。ってなわけでちょっとね見ていきましょう。はい、そしてパーツ構成なんですけども、黒いパーツがこちら、まあ、ジョイント部分とダイヤルと付け根かな。でボディ全体がこの赤いパーツ、そしてシールと合体のね取説が入ってます。はい、2番はねブルーダイヤルファイターで、こちらのシルバーのねパーツ、まあ、ダイヤル部分とボトリング感拳かな。でボディブルーのパーツでシール、うん、3枚だ。コックピットと翼かな。で次ハイパーアイテムズとね連動のパーツ、そして黄色のこのパーツが、はい、本体前と後ろで、シルバーのパーツ回転のこぎりとかね両翼で、シールが6枚。はい、シールは3枚、これ翼ですね。であと警察の S のエンブレムで、ボディと翼、ボディのこれロボでいう胸のあたりか。そしてもう一つ、これはトリガー部分で、あこれもハイパーアイテムの連動のやつかな。ダイヤルファイターだと青で、グレーのこれか、これはグッドストライカーを装填するときのやつね。はい、5番に来てねやっとシールが多め来ましたね。で黒いパーツ、まあ足のね太ももとかあの辺だからね、かなりボリューム感はある。あと腰回りか。はい、そしてこの赤いパーツ、これはすねとつま先だね。はい、そしてこのグレーのパーツがももとかね車輪とかのパーツとなります。でコックピット部分、ロボでいうふくらはぎ部分ですね。以上。はい、というわけでねダイヤルファイターレッド完成しました。まあ、ミニプラだけあって本当にね手のひらに収まるぐらいの大きさで、ちょっと分かりづらいんだけど、ライトアップしてみたけど分かりづらいかな。顔部分はシールで、回転させることによって砲台も出てくるけど、ここもねシールで再現されてます。ちょっと分かりづらいな。でダイヤルなんですけど、顔正面に向けるときはあのダイヤルにね突起があるのでね、これを合わせます。レッド完成。続いてはブルー。あのダイヤルファイターね、レッド、ブルー、イエローは比較的簡単に組み上げできましたね。プロペラは回転なし。はい、お次はイエロー。はい、手動で回転。
ピットがシールで、あとはねローターの上の部分もシールで、イエローにはこちらもついてるんですけど、そのハイパーアイテムズちょっと現時点で持ってないので、今回はこちらは使いません。でグッドストライカー付属のものもね今回は使いません。はい、そして4番のねグッドストライカーが後ろですね。タイヤは回転できます。これねやっぱ作ってて面白かった。で次は5番、これがね一番時間かかったかな、うん、両足部分タイヤは4つね手動で回転で、前面というかね天面はねもうほぼシールで、先ほどの4番とジョイントするとグッドストライカーの完成。4番5番を買わないとこれが完成しない状態ですね。もちろん変形は可能。トリガーマシンモード、ではこの状態から合体準備、開いて引っ張る、でスネのパネルも展開、まあ、この状態だとパトカイザーのね下半身なんですけど、まあ、展開することによってルパンカイザー、先にトリガーマシンじゃないやダイヤルファイター行きましょうか。でまずはねブルーの方からこの位置を稼働して翼を折りたたむ、でジョイント出てる場合はね倒す、で腕を回転、ちょうどね拳が前に来るように、で次イエロー、これも下に下ろして翼を折りたたむ、でこれなんですけどすいませんね、まあ、ここでもちょっと補足なんですけど、デラックスの時で思いっきり間違えてました。これが正しい位置、これで合体させます。でジョイントに止める、でブルーも右腕のところに止める、でレッドの変形、こちらですね倒して翼を斜めに、これで合体準備完了。でちょうどね合体のジョイントは後ろにあるので、こちらを倒します。でジョイント引き出します。この出したジョイントにねダイヤルファイターのレッド止めます。はい、これでルパンカイザーの完成。まあ毎度ながらねミニプラは作ってよし、稼働範囲よしということでね、もうねあちこち動きます。まあ、足もね展開して回転、膝もしっかり曲がってくれるからね、もうデラックスにはない別の楽しみっていうのがやっぱりありますね。でこの腰パーツもね展開できるんですよ、まあ、なのでね股関節の付け根から足をねこのように曲げて、ちょっとね腰をかがめたりとか、まあ、いろんなポージングが取りやすくなります。腕もね肩上がるし、まあ、回転もするしね、であと肘関節、まあ、ほんとね作ってよし、合体してよし、あと動かしてよしか、もうこの3つ、やっぱ腕が曲がるっていいですね。でこのパーツなんですけれども、まあ、可動式なので、まあ、来月発売の、ね、パトカイザーとも使い回しができますね。なのでトリガーマシン単体あればパトカイザーにもなると。デラックス版との、ね、大きさ比較はこのようなイメージとなります。近年のねもう出来本当目覚ましい、まんま縮小した感じになってますね。今年はあの去年のね9連みたく、まあ、個々のメカがね複雑な変形っていうのはしないのでね、意外と変形合体っていうのは遊びやすいかなっていうのがあります。まあ9連もね組み合わせとか手足のね別々にくっつけるっていうのは非常にね面白かったんだけど、さあまあ今年は本当ねどうなっていくのか、
手順がねすごい少なくて済む。ただねこれ太ももというか腰の横になんか謎のジョイントがあるんだけど、これどうなるのかっていうのがね、なんか腰にもくっつくのかな。でもデラックスはねそれがついてないんで、うん、いろいろとねこの先、あ取れた、そういろいろ先が気になります。まあ、グッドストライカー自体もね変形はねそんなに複雑なものではなくて、まあ、パネルをしまってね足を縮めてくっつけてっていう、まあ、非常に簡単。ただデラックスの変形工程をねこのミニプラで再現したっていうのが、毎年毎年ね設計した人すごいなっていうのはね思います。はい、グッディ。はい、そんなわけでね今回のミニプラルパンカイザーセットの動画はね以上となります。ご視聴ありがとうございます。はい、またね来月パトカイザーがね発売になりますので、まあ、ぜひやっていきたいと思います。以上、ご視聴ありがとうございました。トイハッピーでした。